日本人が一番体型として60から65キロぐらいって普通の人に近い階級なんですよね。山積みのタスク付きまとうジンクス全て投げ出したくなる雨降りの夕暮れだ。僕なんかもよく言われるけど格闘家に見えないって言われるんですよね。そういう普通の日本人の兄ちゃんに見える選手たちが戦ってでお客さんに感動と夢を与えられる舞台がこの階級だと思うんですよ。層が厚いしやっぱ日本人にもどん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 選手がもう溢れんばかりに出てくるんでそういう中でやっぱいろんなスタイルがぶつかってすごいその試合一個一個に全然違う魅力っていうのが多分生まれると思うんで。いや別に何も欲しくないけどとりあえず暴れたいそれだけ。まあ出場するってオファーいただいた時点でまあ確信しましたね。まあ僕の強さを証明する、まあ、再会になるなと。そうですね、やっぱりマックスよりもっとスピードがあって日本人がやっぱりこう世界に一番いける階級じゃないかなと思ってます。道沿いを歩けばみんなが何かと競い合ってて少し胸が重くなるけど今まで中量級までしかなかったのが今回で軽量級って出るんでその重要な第一歩なんでクオリティの高いいい試合が見せれると思いますね。は見えなくてもプロセス自体を楽しめる僕でいいよ新しい自分。誰にでもヒーローになれるチャンスはあると思うんでやっぱ第一回目っていうのは結構重要だと思うんでここで一発抜きに出ればいいと思うんですけど、やっぱり見に来ていただいたお客さんに少しでもなんか楽しい時間とか熱い時間をなんか感じていただければなっていうのが少しでも返せればと思ってるんで頑張りたいと思います。やっぱ63はやっぱスピードあるしでやっぱ日本人激戦区なんで絶対60のは盛り上がるし個性ある人は多いと思うんですよ。まあその中で一番俺が輝いたらええかな思って、はい、空っぽの手のひらがやけに冷たいよ。リングの中に全てをつぎ込むです。全てです。命をかけろって言います。もう辛かったですね。辞めたいと思ったことも何回もありますし、階級のことでもいろいろ悩んで、いろんなことに挑戦はしたんですけども、うまくいかずに、でもこの63という一番いい階級がちょうど出来上がったんで、これはチャンスだと思って、その人生をかけて戦いたいなと思います。一般の人がね、もっと早くやれ、押せ、言うようなイベントにします。